Hi guys, this is One Man here. Because the internet decided to be a bitch, I'm gonna have to record this offline, turn it into a premiere. We're not gonna get everything done. We are gonna get like two chapters done though. I hate my internet sometimes, man. Thank you.
失礼いたします。おはようございます。お目覚めになられていたのですね、四季様。おはよう。朝食だろ。わかっている。すぐに行くから出て行ってくれ。着替えるんだ、これから。失礼いたしました。それでは食堂でお待ちしております。って、何やってんだ俺。それにしても学校には行かないと。おはよう、アキア。今朝も早いな。おはようございます、兄さん。兄さんも今朝はそれなりですね。昨夜は夜更かしをしていたようですが。門限を1時間破ったことは謝るよ。今朝もだけど、ここのところ具合が悪くてちょっと公園で休んでいたんだ。そういう時は連絡をするようにと言ったはずです。すぐに迎えを出しますから。それで体の具合が悪いというのはどのくらいなんですか？食欲がない程度だ。しばらくすれば良くなるから心配しないでいい。何？ちゃんと栄養を取れば元に戻るさ。大丈夫なんですか？顔色が悪いようですし、気分が優れないのでしたら今日はお休みになった方が。いいよ、明日から休みなんだし、今日ぐらいは乗り切るさ。いいから自分のことに気を使いなさい。俺なんかより
お前の方が毎日働いているんだから。いえ、私は職務というか、当主としての義務というか。義務で家計が回せるなら破産する家はないだろう。遠野の家を存続させることがどれほどの大仕事か、部外者ながら分かってるつもりだよ。休みの日なら俺も力になれるから、何かあったら言ってくれ。に、兄さん、何か悪…いえ、いいものでも食べたんですか？あ、それとも何かとんでもない悪さをしたので発覚する前に善行を積んで根回しをしているとか。お前、実の兄を何だと思ってるんだ。昨日までは学校以外のことで忙しかっただけで、今日からは心を入れ替えて遠野家の長男らしく務めるさ。ほら、のんびりしてる暇はないだろう。時間、いい加減やばいんじゃないか。そうですね。それでは、お先に失礼します。あの、兄さん。ん？先ほどの提案ですが、喜んで受けさせていただきます。日曜日の午後に、兄さんの歓迎会を開きますから、開けておいてくださいね。ナイス、おはようさん。久しぶりだね。 Hey, it's Best Girl! あれ？ Just kidding. Just kidding. しばらくぶり。何日か休んでいたけど、風邪か何か？ ちょっと怪我しちゃって。大事には至らなかったんだけど、お父さんが心配性でね。例の通り魔事件の犯人が捕まるまで休んでいなさいって。それは何より。でも捕まってないよな、犯人。ああ、ま、ここ数日ニュースもねえし、逃げたか隠れたかしてるんじゃねえの？いつまでも休めないし、事件も途絶えたでしょ？それでお父さんも渋々な顔で学校に行きなさいって。
退屈な一日の始まりだ。じゃあな、トーノ。また昼休みに。どうしたの、弓塚さん。机戻らないの？それとも、俺の机で一緒に授業とか受ける？え？ううん、嬉しいけど遠慮します。今日はおかしなこと言うんだね、遠野くん。私が休んでいる時に何かあった？別に何も。弓塚さんの方こそ変じゃない？私はいいんだよ、病み上がりですから。うん、でもやっぱりちょっと似てるかも。似てるって俺のこと？うん、休む前遠野くんっぽい人を見かけてね。声をかけてみたら全然違う人で、慌てて逃げ出したんだ。後になって思い返すと、なんで遠野くんっぽいと思ったのか不思議だったんだけど。だったんだけど。今朝遠野くんを見た時に、あれ？やっぱり似てた？って思っちゃった。きっと歩き方とか、そういうのが似てたんだよね。歩き方、ね。何にせよ、弓塚さんが教室にいるのはいいよな。ほっとする。Thank you.
Yeah, that's actually a very prevalent question. Why is your head splitting? Oh, right, the fucking virus thing that she gave you. ただいま。あれ、翡翠？お帰りなさいませ、四季様。お帰りに気づかず、申し訳ありません。いいよ、たまにはそういうこともあるだろうし。それより何？模様替え？はい。遊戯室の椅子を新しいものに変えましたので、古い方を椅子の少ない部屋に移動させるよう秋葉様から。そっか、琥珀さんはいる？姉さんは外に出ているところです。ご用でしたら後ほどお部屋の方に二人で伺わせていただきますが。いや、それならいいんだ、自分でできるから。喉が渇いてるんで、食堂にあるお茶一式使わせてもらっていいかな？はい、トレイに乗っているものなら問題ないと思います。そっか、仕事中呼び止めて悪かったね。
こんなのに気がつかない。What is this? そんなところにいて。あれ、なんでこんな息が上がってるんだろう。シキ様、何をおっしゃっているのですか。何って、翡翠こそどうしたんだよ、そんな不安そうな顔して。何かあったのか。シキ様、ご自分が何をなさっていたのか分かっていらっしゃらないのですか。何をしてるかって、俺は別に何も。これ、俺が。はい、シキ様が椅子を持って床に何度も叩きつけた結果です。なんて。
四季様、ご気分が優れないのですか？体調が悪いのでしたら、お医者様をお呼びいたしますが。違う、何でもない、何でもないんだ。ごめん翡翠、ごめん。俺どうかしてる？四季様、落ち着いてください。そんなに息を乱してはお体に触ります。いいんだ、ほっといてくれ。一人になりたいんだ、一人にさせてくれ。いつもの頭痛だ。すぐに落ち着く。ただ痛いだけの、いつも通りの頭痛なんだ。よし、静かになった。そういえばもう
死んでる。お願い、私だけは殺さないで。ごめんなさい、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 ごめん。助けて、助けて、助けて。なんで、なんで、なんで。Is this a dead end? This doesn't feel like a dead end.
It is. Holy shit. That escalated quickly. I mean, that really, really got out of hand. Yes? こんにちは。また随分とレアなバッドエンドを迎えましたね。あれ？特に選択肢を選んでいないのにバッドエンドになっちゃった。Except we're wrong! と、首をかしげる遠野くんをお助けする Q&A コーナー。教えて、シエル先生への時間です。This game makes me really...paranoid about visual novels. Neck arc, what are you doing? 今回の原因はズバリ9日目にあります。 It was the fucking syringe. 物語に影響を及ぼさない選択肢のようで、実は猛毒が仕込まれていたというケースです。 Yeah, but what is that bad business? Explain it.予防接種を受けるときは細心の注意を。Yeah, no shit. I can figure that out a long time ago. なんか面白そうだから。で、危ない注射を打たれてはいけませんよ。I mean, yeah, especially with that fucking... What are you doing, Neko Ark? さっきから静かですけど、何やってるんですか？うん、アンケート書いてるとこ、不具合の報告。ほら、本編でヒロインが出なくなってから丸々2日っしょ。ちょこんな状態が続くとメガネ君のモチベにも影響するしさ。They're gonna throw your bug report away. They're gonna throw your bug report away. It's clearly done for the sake of the player. VS アルクの時、アルクと一緒にシエルを倒すルートをくださいと。Why would I want to? You are objectively the inferior waifu. その心配は無用です。ヒロイン、出ずっぱりですから。Yes, yes, you are. And your wife. でも、8日目の夜の選択肢は確かに重要ですね。運命の分岐点と言っても過言ではありません。No, it ain't. No, it fucking ain't. 私はどうかと思いますけど、アルフェイドが町を守ったのは事実ですし。遠野君が心の底から、私は本当どうかと思いますけど。You know, if you keep saying it like that, you're gonna give me ammunition and just ship you and Nicolark even harder. Don't worry, CL, I'm gonna follow the guide.これに関しては以上です。Wait, you were sitting down? I thought you were already standing. What do you mean? What does that even mean? マジか。8日目からやり直す。せっかくだからそっちを選ぼうぜ。Wait, is this thing still going? ほら、だから言ったでしょ？誰がここまでやれと言った？Alright, so what we're gonna be doing
It's loading this file. Alright, so according to the guy, the one that doesn't hurt, right? Fuck it, that! It's medicine! You're not supposed to be fun!注射慣れしてるでしょ。ほら、私博士だけどナース服も大好きですし、メスの感触もしびれちゃうけど、お注射のドクドク注入しちゃう感じとかたまらないじゃない。で、無言で席を立つとか、しきちゃんひどくない？いや、後が使えてますから、雑談はまた次の機会に。私も仕事が入ってるから次の機会とかないんだけどね。ま、そのあたりはいっか。しきちゃんとは関係ないし、確かに後は疲れてるし、楽しい日々はもうおしまい。ぬるい休憩はいい加減ここまでかもね。I'll hate you if you do this. You'll always be CL to me.
So far, so good. I'm gonna get us to day... get us through day 12. And this will probably upload somewhere around noon to 1 p.m.助けて。なんで。
よう、そろそろ目は覚めたか、バルダムよ。上出来だ。一縷の望みにかけた甲斐があった。てめえは電波情報のガンだ。回線がつながっている肉体ならたやすく安全な方に転移できる。今までの資料に目を通して分かったよ。てめえはできれば転生なんざしたくねえのさ。失われるものが多すぎるからな。だからまだその時代に残れる術があるのなら、そっちに。This feels like a case of like the Daidoji being worse than the Yakuza. This makes it feel like the church is worse than the vampires. これは今までのてめえにはできなかったことだ。ま、偶然のなせる奇跡ってやつだな。たまたま転生した先のガキに吸血鬼じみた異能があり、その犠牲者がしつこく生き残りやがった。悲惨な話だがね、この町には一心同体の人手なしが二人もいたことになる。だが、そのおかげで俺も薄皮一枚で首がつながった。代行者は本国に帰投させた。真相も俺が抑える。てめえは安心して目を覚ませ。その後ゆっくり不老の秘術について取引しようじゃねえか。What do you mean?I feel like this game doesn't understand what an epilogue is.
back to Crimson Vestiges 2. メガネかけたまま眠ったのか。なんであんなことを。俺は おはようございます、四季様。昨夜はよくお眠りになられましたでしょうか。Alright. ああ、おはよう、翡翠。それと、昨日はごめん。椅子を壊したことは俺からアキハに謝るから。翡翠は知らなかったことにしてくれ。かしこまりました。ですが椅子の件でしたら姉さんが内密に処理してくれましたので、秋葉様への報告はなくともよろしいかと存じます。琥珀さんが？分かった。俺もそういうことにしておくよ。ありがとう、翡翠。琥珀さんにもお礼を言っておいてくれ。はい。四季様にそう言っていただけるのなら、姉さんも喜ぶと思います。それより、四季様。今日は何曜日だか、お分かりでしょうか。月曜日だけど、それが？失礼いたしました。私の思い違いだったようです。それでは制服に着替え次第、食堂の方へおいでください。制服に着替えないとな。そっか、終わったんだ。よし。
No way. Our wife is here. あの、先輩。おや、遠野くん、おはようございます。今朝はいつになく元気いっぱいですね。はい、おはようございます。って、そうじゃなくて、三度目、こういうの三度目です。先輩、帰ったんじゃないんですか？その予定でしたけど、当面仕事がないようなので残らせていただきました。Just say you want to be around us, girl. Stop with the pretense. 卒業までいると約束しましたし、私が遠野くんを置いて帰るわけないじゃないですか。それは。はい、何ですか？その、言葉通りの意味として受け取っていいんでしょうか？はい、遠野くんの想像にお任せします。先輩、それじゃあもう本当にどこにも行かないんですね。ずっとこのまま学校にいるんですよね？あのですね、ずっと学校にいたらおばあさんになっちゃいます。私は3年生なんですから、あと4ヶ月で卒業です。そうでした、すみません。でも昨日みたいにいきなり帰るなんてことはなくて、ちゃんと話はできるんですよね？もちろんですとも。初始貫徹はいい言葉です。Good. Good. I like a woman with perseverance and integrity. ね、遠野くん、実のところちょっと驚かせようと思わないことはなかったのですが。嬉しすぎてバカになりそうですけど、自制ぐらいできるんです。それにほら、心のどこかでまた驚かされるんだろうなって気はしてましたから。それは日頃の行いがたたってしまったと反省すべきところでしょうか？と、そろそろ朝礼の時間ですね。遠野くん、そろそろ行かないと遅刻しちゃいます。そうだね。それじゃあ先輩、また休み時間に。
れ、どこかに行っちゃうんですか、トーナ君。うわ、いえ、先輩を探しに行こうと飛び出したというか、いつも待ってるばかりだから、たまにはこっちから行こうと思ったんです。それはそれは嬉しいですけど、遠野くん、私のクラスを知らないでしょ。3年の B クラスですから、覚えておいてくださいね。なんでしょう、その沈黙。何か不名誉な指摘を受けている気がしますが。いや、茶道部の部費でお茶飲んでるだけじゃなくてよかったなぁと。うん、感心感心。分かってましたけど、真面目に授業を受けてたんですね。はい、なんとか授業についていってますって。うん、遠野くん、私のことをそんな風に思ってたんですか。すみません、あまりに先輩が神出鬼没なんで、よからぬ想像する時もなくはありませんでした。先輩の耳には届いてないだろうけど、 1,2 年の間じゃ楽しい噂話もあるし。ほほう、よからぬ想像とは。Famous last words。 いるように見えたりとか、実は何人にも分身できたりとか。いくらなんでも万能すぎるし、実は学校を裏で牛耳ってるんじゃないとか。まあ諸説いろいろ。遠野くんはそう思っていたんですか。 Loaded question。 Yes。 Oh wait, that's actually a choice I get to make? Well shit。Surely you can manage a clone or two. 分身くらいはできるでしょう。忍者にだってできるんだし、カレーあんなに食べてるんだし。失礼、つい体が先にぶれてしまいました。それより忍者とカレーは何の関係もありませんよね。はい、ないですね、そういえば。根拠のない噂話をしてすみません。ああ、でも先輩、茶道部については疑問があるというか、質問があるというか。前に部員はいないって言ってましたけど、この学校初めから茶道部そのものがないんじゃないですか。もしかして本当になかった。じゃあ茶道室は先輩が作った、いや学校側に作らせた謎の空き教室なんですか。そう、私には点でわからないお話みたいです。いいけど別に、どんな悪さをしても先輩は根っからの悪人じゃないし、誰にも迷惑はかけてないんだろうし。でも先輩の暗示ってそんなことまでできちゃうんですか。ですから遠野くんのお話は点でわからないのでお答えできません。割としつこいんですね、遠野くん。別に、先輩の目って青いんだなーって見てただけですよ。言っておきますが、暗示というものはそんなに都合のいいものじゃないんですよ。人を言いなりになんかできませんし、無理難題を通すこともできません。暗示とは物事の捉え方を変えるのではなく、そらすというのが大前提なんです。私がいくら遠野くんはカレーが大好きと言い聞かせても、
遠野くん本人がカレーが大嫌いならその暗示は成立しません。あれ、そうなんですか。じゃあ本人が嫌がっていることは無効化される。はい、まあそれでも遠野くんにカレーを食べてもらう方法はいくらでもありますけどね。例えば大好きだから食べるというのではなく、食べなければ死んでしまうと暗示をかければ。ああなるほど、大嫌いでも食べるしかないですね。なんだ、やっぱり何でもできるじゃないですか。それだから何でもじゃありませんってば。そういった意味のすげ替えはとても難しいんです。きちんと舞台を整えてよっぽどうまいストーリーを作らないとかかってくれません。暗示にかかりにくい人も大勢いますし、私にできることなんて私を疑問に思わないという暗示ぐらいです。そろそろ時間ですね。また昼休みに来ますけど、体の方は大丈夫ですか？今朝は随分と顔色が悪いようですが。はい。大丈夫ですよ。ちょっと寝すぎたのか、体がだるいだけで。そうですか。頭痛の方はどうです？そっちは相変わらずかな。でも今朝は調子がいいです。そもそも少しぐらい痛くてもメガネをかけていれば問題はありません。そうですか、それを聞いて安心しました。でも油断は禁物ですよ。事件は解決しましたが何があるか分かりませんから。というわけで携帯を出してください。携帯ですか。これが私のメールアドレスと電話番号です。よかったら遠野くんのアドレスも教えてくれますか？大事な話はメールや電話の方がいいと思います。はい、もちろん。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、確かにいただきました。それじゃあ何かおかしなことがあったら遠慮なく相談してください。ああ、連絡があるのを忘れていました。今日の授業は私でおしまいです。校舎に欠陥が発見されたので、午後は工事のための調査が入ります。
皆さんはこのまま午後2時までに下校するように。食堂は1時まで空いていますので、定期食券を持っている生徒の方は利用しても構いません。ではでは。Jesus Christ, really? みんなまで言うな。遊びに行こう、殿。また今日はえらくストレートに来たな。何か嫌なことでもあったのか、お前。別に、今日は訳もなく親友と遊びに行きたくなっただけだぜ。断りだ。どうせ約束をすっぽかされたかなんかだろ。今日は先輩と帰るんだから、お前の愚痴に付き合ってやる余裕はないよ。先輩？先輩ってシエル先輩？そうだけど、有彦、お前先輩のことを覚えてるのか？何ですかそれは。先輩は俺の大本命だぞ。忘れるわけないでしょうが。先輩だ！ヤッホー！お待たせしました、遠野くん。乾くんも、こんにちは。予定が変わってしまいましたけど、どうします？遠野くんはお家に帰りますか？それとも茶道室に寄っていきます？茶道室に行きます。このまま帰ると正門でお別れになるし、今日はもっと先輩と話がしたいから茶道室でゆっくりお茶を。てめえの目の前にいたっつうの。そしてあまりのたわごとに覚醒したっつうの。そのあれだ、あんまりこういうのに口出しする趣味はねえが、今のはあんまりにもあれだったんで口出しする。
あのね、君たち、せっかくの反動をどうしてそういう風にしか使えねえんだよ。作動室に寄っていくとか正気を失う、いや疑うレベルだからな。ここは人工失楽園、21世紀の東京だぜ。もっとマシな遊び場はあそこに山ほど転がってるだろうが。どこでしょうか。窓の外は、まあ要するに外だと思うけど。どうの、お前がそんなだから先輩までボケちまってんのさ。まだ昼なんだぞ。駅前なんて徒歩10分なんだ。ついでに俺たちは学生なんだぞ。これだけの条件が。Bro, you're. どうして街で遊び場。You're so transparent. You're breaking the barrier. しょうか。待ちて。ちょ、先輩。いいじゃないですか。たまにはこういうのも。She's such a good wife。もう何も気兼ねをする必要もないんですし。No one will。遠野くんと乾くんと三人で遊びに行くんならきっと楽しいです。まあ、うん、先輩がいいって言うなら俺も嬉しいけど。はい、乾くんもいいですよね。Neither do I, to be fair. それじゃあ決まりですね。どうします？お家で食べてくるか、それとも3人で一緒に食べましょうか。 Let's pick the latter. We should all go eat. Even if it's as friends. 学校でいつもやってるし、外食する分の金は遊びに回そう。俺も有彦もあんまり持ってないし。なあ、有彦。俺、姉貴に金借りてもいいかも。Fair enough. 先輩は？なんか外で食べに行きたいところとかある？食べに行きたいところですか。特にリクエストはありませんけど。そうですね。あまり値段が高いところはちょっと。そっか。人よりいっぱい食べるもんな、先輩。そりゃお金がかかるか。違います。It's okay, girl. 言うんですか、遠野くんは。
いいです、私も乾くんに賛成です。今から3人でお昼ご飯を食べに行きましょう。映画館の横にある喫茶店のインド風パイが美味しいと聞いて、いつか行こうと決めていたんです。お、アーネンエルブとは通だね先輩。あの喫茶店のマスター、どこぞのイタリア料理の達人らしいぜ。それでは映画館の前に30分後に集合としましょう。 The theater. It's a theater. 遠野くん。 Not every movie shown there is cinema. いや先輩、俺家に帰るのに30分かかるんだけど。それでは解散です。遅刻者は食後のデザートを振る舞う刑にします。シエル先輩と親密になるチャンスは今、ただ今なり。ところで、いっそ1日ぐらい遅れてくれても構わないですよ。 No. What a dickhead. You're back. ま、いいか。思い出したように意地悪になるんだから先輩は。シキ様、お帰りになられたのですか。ただいま、今帰ってきた。すぐに出かけるから、昼飯は用意しなくていいよ。
様、お怪我はありませんか？落ち着いて翡翠ちゃん、階段から落ちた怪我は軽い打撲だけよ。お医者様を呼ぶほどのものじゃないわ。それより危ないのは体の熱です。階段を踏み外したのも熱のせいでしょうから、すぐにベッドの用意をして。はい姉さん、このことは秋葉様には。このまま大事がなければお知らせする必要はありません。解熱剤は私の部屋にあるから、お願い。四季さん、気が疲れました？琥珀さん。はい、四季さん、階段から転がってきたんですよ。背中を軽く打ってしまわれましたが、幸い大事はありません。ですが、熱が終わりのようですね。お出かけの予定かと存じますが、どうか今日はこのままお休みください。いや、大丈夫。休まなくてもすぐ収まります。ここまで全力で走ったから、息が上がってるだけで。ゲッツ、そんな青い顔をして何をおっしゃっているんですか。四季さんのお体を見る者として、これ以上の無茶はさせられません。でも約束が。お断りの連絡でしたら引き受けます。あんまり無茶するようでしたら、お注射の出番ですから。She's absolutely right. I should... So... だね。今日は...もう。よかった。お休みいただけるんですね。四季さん、お一人で歩けますか？いや、ごめん。あ、ちょうどよかった、翡翠ちゃん。四季さんをお部屋までお連れして。姉さん、ですが、私は。翡翠ちゃん、四季さんは病人なんですよ。困っている人を見捨てるのはあなたの性格じゃないでしょ。ええ、今日ぐらいは私が言う。 Is she androphobic? ちゃんと四季さんを看病するべきです。はい、ごめんなさい姉さん、わがままを言って。分かってくれればいいんです。それでお薬は見つかった？その姉さんの部屋の薬箱は多すぎて、解熱剤はこれでしょうか？それはちょっと違う用途に使うものです。四季さんはしっかりしてますから、まだ精神安定剤はいりません。そうですね、見たところ
四季さんの熱は疲れから来ているようですから、薬は私が処方します。翡翠ちゃん、すぐに行くから、あとはよろしくね。それでは四季様、お部屋にお連れします。姉さんは負けずに薬剤師としての教育を受けさせていただいたんです。マキッサ様が亡くなられる前はマキッサ様の健康面での相談役でもありました。四季様、まだどこか痛むのですか？きつい。悪いけど。はい、何でしょう。目障りだから出て行ってくれ。そこにいられると気になって眠れない。はい、それでは失礼いたします。Nothing personal. したらお呼びください。失礼します、兄さん。起きていらっしゃいますか？ああ、起きてるよ。何か用か、アキア。いえ、兄さんが貧血で休んでいると聞いたので様子を見に来ただけです。
は何ともない。看病されるほどのものでもないから、こうして一人で休んでいるんだ。お前も自分の部屋に戻れ。翡翠の報告通りですね。今の兄さんは、体はもちろん、精神まで落ち込んでいるようです。ですが、食事はどうなさるおつもりですか？じき夕食の時間ですが。食欲はないから、夕食はいい。いいから今日は下がってくれ。気分が悪いんだ。わかりました。今日はゆっくりお休みください。ですが、起きていらっしゃるのなら、部屋の電気ぐらいはつけてください。暗がりにいると、目を悪くするでしょ。いいんだ。この方が、落ち着くから。喉が渇いたな。
What? What? What the fuck is going on, bro? なんて夢を。
う。そんなのありえない。違う、夢だ。そんなのは夢だ。だって俺にはそんな記憶はない。日曜日に何をしたかなんて、なんて。Fucking Roa. Are, 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 are.
Dude, what the fuck is going on? The door's already locked, bro. I am very concerned. Shiki is not alright. He's not alright. However, I think that'll do it. You will see this roughly around noon or 1 p.m., depending on when the upload starts. Thank you all for watching. Remember, the moon will's absolute as we continue down the road to eternity.